アイロン接着芯を使って超簡単にできるランプシェードです。今回の朝顔模様の型紙は説明欄からダウンロードしてください。型紙を1個分切り取ったら、花にする色のお花紙を 1、2枚選びます。そのお花紙を型紙と同じ大きさに折ります。さらに半分に折り、型紙と重ねてホッチキスで留めます。真ん中の星型の部分を切り取ってから、周りの丸い部分を切り取ります。葉っぱも型紙をダウンロードして2列分切り取ります。型紙を半分に折ったら、緑のお花紙を3回折って挟みます。白いところをホッチキスで何箇所か留めたら、シルエットの線に沿って切り取っていきます。半紙に貼り付ける作業をするときには、後で持ち運べるようにカッターマットなどの板を敷いてください。スティック糊を使って朝顔の花から貼っていきます。糊は花が動かない程度に軽くつけてください。花と花の間に葉っぱを貼っていきます。下の方の葉っぱは葉の先が下を向くように貼りましょう。お花紙を貼り終わったら、半紙と同じ大きさに切ったアイロン接着芯を乗せます。そして下の板ごとアイロン台に移動します。ずれないように板から滑らせるようにしてアイロン台に移したら、真ん中から外へ向かってアイロンをかけます。これでしっかりと貼り付きました。不織布を貼った方から周りに黒い画用紙を貼り付けます。液体のりかボンドを使ってしっかりと貼ってください。のりをつけた後、アイロンをかけると早くきれいに乾きます。縁取りの画用紙が乾いたら半分に折り、端をクリップで留めます。ちょうど真ん中に1センチほどハサミで切り込みを入れます。クリップを外して切り込みのところで噛み合わせ、上下をクリップで留めます。形を整えて出来上がり。明るいところでは白っぽく見えますが、中にライトを入れると朝顔の図柄がくっきりと浮かび上がります。薄めた糊で貼り付けるよりも透明感は劣りますが、なんといっても作業が簡単で早くできます。アイロンは熱くなりますので、やけどには十分お気をつけください。